うわー、まーい、これ、うわー、怖い怖い怖いね、本当に。リアブレーキもすんげー効くね。ブレンボか、これがブレンボなんか。あの、新しく仕上がったあのうんこメタリックも乗ったっすよ。ほー、超乗りやすくなった。え、乗りやすい、や、乗りやすい。これ乗りやすくならんがんすよ、どう頑張っても。俺別に何も言わなんだっすよ、うん、蒸気を逸したバックステップ正座になる。おー、えらい上がってバックになってるっすね。ステップはシフトアップ。ほう。で、ベースのプレートが SMG です。あー、すごい剛性はいいっす。へぇー、あ、ブレーキペダルもかっこいいっすね。で、ローターガイアス。お、進化してますね。あれか、シルバーなんか。え、捨て段ヤノさん見つけれるっすね。いやいや、捨て段見つけれんやつバカっすよ、マジで。どこにおるでしょうか。だって誰に言えなんだ。え、あ、おー、おー、これ埴輪みたいなやつ。これ捨て段、これ捨て段なんすか。埴輪、あの、オフ車の CRF450 とか。へぇー、これ、え、トップブリッジとかに穴開けてつけたって。へぇー、フレームにナット溶接して。そんな費用対効果はないな。費用対効果はないし、なんなら前の方が良かったこんだけ手間かけて。直線の安定性はなくなったね。うーん、やばい。カーブやったらいいんやけど、あの、100キロ超えたところでフロントブレーキかけるとフロントがめっちゃ暴れる。ほぉ、抑えれてないみたいな。みんな乗りましょうよ、これ。俺前回乗ったっすもん。これレベルアップしてた人じゃないと乗れんすよ。純くんならいけるか。無理やるか。もうそんな険しい顔してない。どこに突っ込んでもいいっていうやつだ。これ再生数伸びとったっすよ。もう伸びとったっすけど。だってこれ俺インプレしたらあーとかわーしか言わないっすよ。諦めた？はい。あー、乗りたくねえなー。ああ、やだなー、もう。え、あ、逆か、これ。じゃあ、行ってきまーす。うわー、ああ、やだ。ほら、あ、乗りやすくなってる。ああ、乗りやすくなってるね。確かに、ハンドル開いたからか。よし、行くぜ。うわー、まーい、これ。おー、逆だった。逆シフトか。やりにくい。ああ、フォンだ。うわー、すげー、やべー、やっぱ化け物だな。おっとっとっと、ブレンボが効きすぎるんだってこれよ。あー、怖い怖い怖いね、本当に。ああ、これ2速、あ、2速か。うわー、うわー、逆車じゃん。うわー、うわわあ、回りすぎだ。うわあ、なんだこれ。あえ。あ、怖い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 。リアブレーキ、おお、リアブレーキも効くんだこれ。前踏まなかったけど、リアブレーキもすんげえ効くね。ブレンボか、これがブレンボなんか。おお、すげえ。簡単にロックする。キュッて言った、キュッて言った。わあ、コーナリングしやすくなってる、本当に。だと バカ見たかって。バカじゃなかったな、本当やばかったもん。あのハンドル絞りすぎなんよ。今ちょっと開いたけどね。ただめっちゃ窮屈。バックステップね、あ、上がりすぎなんよ。すげえ窮屈、操作性が悪い。うわー、すげえ、やっぱ簡単にロックするね。すごいわ、ブレンボってすっげえ。あ、そうか、逆シフトか。6速になってたわ。え、何これ。あ、ギア抜けか。あー、やだやだ、本当にやだね。これどうやって開けるん。え、どうやって開けるん。あ、開かないんだけど。え、どうやって開けるん。引っ張るん。引っ張れないね。押せるん。押せない。え、じゃあどうやって開けるん。そうだな。
はあ、帰るか。よし行くぞ。あ、2速入っちゃった。逆シフトやめろって、本当にもう行動なんだから。はい、行くぞ。うらうわうわ、うん、結構ミッションのスカッフィングがいいフィーリングになってる。こういうところがうまいよ、水野さん。首痛いし腕痛いし。ああ、ボギングか。まあこれはね、 PWK2829 ならね、だいたいこうなる。あ、ボギング、これボギングね。よし帰ろう。ああ、ボギングじゃない、これはボギングじゃない。はあ、なんせ逆シフトがね、嫌なのね。何あの車、なんで下がってくる。やだやだ、怖い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 、やめて来ないで。ああ、リアが滑る、ロックする、簡単にロックするよ。やだねこのバイク、ちょっと簡単にロックしすぎでしょリア。汗すごいっすわこれ乗ったら。汗ブワーって出てくる。暑さじゃないっす。いや俺1万6000ぐらいまで回しましたよ。ないっすけど。これチェーンアジャスターのプレート、これ買った、プレートこれ買ったっす。これに変えたんすか。これ T2 レーシングのやつっすね。これかっこいいなとは思うんすけど、変えるメリットあるんすか。かっこいい。だから それだけっすか。純正だとさ、あのペラペラの鉄板で、はい、まあちょっと強く締めたら曲がるし、あと調整するときに絶対緩ましたときにカタカタって遊んじゃうやん。遊ぶし、はいはいはい、たまになんか下にずれてついてたりするときある。それがあのスイングアームの中にポコって入るんで、くぼみがあってはまる。でそういうことが起きづらいんで。あ、132はねえよ、130はある。邪魔。これ取らんといけんなんすよ。邪魔。知恵の輪の外し方をね。あ、これ難しいんすよね、 PWK。 そう、ちょうどここに引っかかるんで。135や。 135はねえぞ。丸が。はい、いらっしゃい。ミッションはすごいいいね。ポン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 浮く。ヤマスターしんどいよ。え？はい、固くなってその先があるやろ。その先がある。当時もんの、まあ、中がインナーキットが入ってるってことで、後ろやりましょうか。